イントロしてもらいました。ヒヤさん、はい、青選手なんですよ。そうですね、もうついに大舞台ですね、はい、やっと仕事が勝つかわからない戦いかなと思ってますよね、うん、はい、まあ、そしてね、8月の、こちらのスーパーバンタム王座決定戦ね、はい、はい、こちらに、そうですね、完璧なわけですよ。そして、横田龍選手と、ね、戦ってこちらが勝つか、本当に楽しみです。まあ、ですから、上沢選手とね、はい、対戦する可能性も、あ、そうですね、ありますよね、リベンジをね、はい、お互いにですよね、やっぱり。そうなんですよね、本当に2人とも一発あるんで、うん、これ本当一瞬で決まりますよね、試合が。まあ、試合前のお話なんか聞いてますけど、大野選手がね、はい、この試合にかける思いというのはね、本当に強いものだなって。そうですね、もう本当チャンプをベルト取ってきてるんで、はい、もう実力者であることは間違いないんですけど、ただやっぱりどうしてもその大舞台に上がりたいっていう時になかなか勝てずに踏み台に今までされてきたと。なるほど、この小笠原選手もその一人なんですけども、大野選手を踏み台にしてね、でそれがやっぱりもう大野選手はすごく悔しくて、本当この1年間キックだけに専念して、まあパンチを指導を受けてきて、はい、本当にスタイルを変えて、なるほど、はい、対するスタイルでやっぱり挑戦してきましたね、はい、まあ、対するキング・キョウスケ選手はいかがですか。もうキング・キョウスケ選手は本当に頭脳的なんですよね、相手に合わせてパンチの打ち方を変えたり、うん、まあ、右左、まあ、両方パンチ倒せるんですけど、はい、その狙い方を変えたりっていうような、これはキング・キョウスケ選手にとってももうビッグチャンスですよね、これは。そうなんですよ、やはりこれはね、クラウトのね、そうなんですよ、舞台で、はい、自分の、ね、続くを満点から示しみたいという、そうです、そうです、これはもうね、でしかもやっぱりレベルスチャンピオンとして、はい、本当にキム選手はいい試合ばっかりしてきてるんですよね、はい、もう活力があるというか、はい、だからそのキム選手の思いもあって、やっぱり多分お客さんは、まあ、レベルスですから、はい、キム・キョウスケ選手をやはり応援するのかなっていう感じはしますね、うん、はい、その中でやっぱりその観客のアンダーグループが大野選手がどういう風に切りつくか、行きましたね、そうですね、そうですね、そうですね、まだそこまでダメージ深くないと思います。言葉通りのね、やはり大野選手の技出ましたね、はい、大野選手のやっぱり勢い感じますよね、ここでもう全てをひっくり返せるんだというね、さあ、まず最初のダウン、1ラウンド大野隆が勝ちました。第1ラウンド終了。さあ、小笠原選手どうですか。まあね、大野選手がダウンを奪っていきましたけども、キング選手でも本当いつもやっぱりこう距離を取って、はい、1ラウンドは結構見る形というか距離を掴むような形
スピードがやっぱ速い
そうですね、そのそろそろ見てたらないですね。そうですね、第3ラウンドの勝負をかけていけるか、キープを通して負けてからすごい リベンジっていうことをもうずっと考えてたので、うん、まあ江端選手に勝ってもらって、はい、で僕が勝ち上がってリベンジして皆様ありがとうございました。
まあもう本当に最高のストーリーだと思ってるので、成功したと思います。